皆様こんにちは、マサです。今回は山の頂上に蕎麦屋さんがあるということでツーリングに出かけてきました。ここはご覧の通り山の峠のちょうど麓でございます。これから山の方へ上がってみたいと思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。300m のところを走っています。あと半分ですが、もうしばらく走ってみます。お蕎麦はとても歯ごたえがありましたが、喉越しが大変よく、思わずつるっと入りました。山菜の天ぷらも独特な風味がありますが、
少し苦味がありましたが、かえってそれが食欲をかきたてました。また漬物やご飯も大変美味しくいただきました。店内はとても綺麗にされていて良かったです。テーブル席も一部ありましたが、私は座敷に上がり、くつろいでゆっくり食べることができ、来た甲斐がありました。ここが山あいにある蕎麦屋さんとは思えませんでした。また、外から眺める景色は絶景でした。また来たいと思いました。どうぞ皆様、もうしばらくご覧ください。The shop was clean, and the Japanese soba noodles were excellent. Please watch some more.皆様、今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。今後ともマサの動画を何卒よろしくお願い申し上げます。